キュキュとは、日本の近畿地方の広域ラテ県営局、朝日放送で、かつて使用されていた、マスコットキャラクターの名前である。キュキュが描かれている中継者キュキュは、キュリアスキューブの略語である。在販各局が、相次いで局のマスコットを設定する中、万を持たしてという形で、よりと文平のデザインにより、ABC が、開局50周年を迎えた2001年3月、誕生。 同局のマスコットの設定は開局以来初めてである。キュキュの名前は、最初は短いスポット CM に登場した後、2001年9月、武田和歌子がナレーションを担当した番宣番組、絵日記の中で視聴者から名前を募集し、同年12月に、おはようコール ABC の中で名前が発表された。地上デジタル放送受信機表示アイコンとして2003年の 放送開始から2015年5月初旬まで使用されていたほか、テレビラジオのベリカードにも使用されている。2015年6月14日をもって使用を停止し、翌15日より ABC が登場した。キュキュグッズは多種多様なものがこれまで制作され、視聴者や聴取者に番組を通じてプレゼントされたり、ABC ラジオのイベント会場などで販売もされる。 代表的なグッズとして、キュキュラジオがあり、イベントでは1800円で販売される。また、朝日放送のホームページで展開図をダウンロードして組み立てられるキットもある。ありがとうございます。